おー、確かにこれですかね。シンコロにでも歌聞いてみたいですね。シンコロモちゃん、病院から戻ります。お、了解です。了解です。もうジェフリーさんいませんか。なんかその辺にいると思いますよ。その辺端っこの方とかいると思います。そうそう、端っこの方いる。ジェフです。あ、はい、ありがとう、ジェフリーさん。バイバイ。お疲れ様です。アロックだ、今の折り方。じゃあ5分ぐらい、30分ぐらいか、5分後ぐらい。あ、じゃあさ、おお、僕だ。お疲れ様です。お疲れ様です。迎えに来ました。あ、ありがとうございます。なんでしょう。あ、あ、チョコまず。おお。もうだいぶ経っちゃったんですけど。ごめんなさいね。これ私持ってます。今持ってました。じゃあ、はい、こっち。はい。これ。おお。バイクないですか。出た。これなんだっけ、どっかで売ってたな。これね、スドバかな。おお。いや、すいませんね。あ、ジェフリーさんは、はい、市販をあれする感じですね。市販？あ、なるほどね。え、ちょっと待って、これは私の手作りです、どうぞ。え、ちょっと待って、もらっていいんすか。いいです、私いろんな人に渡したし。あー、じゃあ、ホワイトデーは市販じゃないやつ渡しますね。あー、何くれるのかな。え、何、なんか男性側から、うん、まあ、これはバレンタインデーの話なんですけど、うん、男性からあげるものによってなんかちょっといろんな意味合いがあるらしいんですよ。はいはいはい、はい、はいはいはい。何がどういうあれなんですか。え、ちょっといろいろありすぎて今覚えてないんですけど、うん、クッキーとかは、うん、なんだっけな、友情とかじゃなかったかな。うん、はいはいはい。他はあんまり覚えてないです。花とかもいろいろあるんですよ、意味が。あ、本命覚えてないですね。ふぅ、恐ろしいことです。こっちもこっちで恐ろしいです。何ですか。恐ろしいことが、恐ろしい、恐ろしいところで。覚えてないんだ。恐ろしいことが。勉強しときますね。勉強してください。まだまだ3月までね、まだあるんで。でもバレンタイン、なんかうさぎさんの偽物が出ました。なんだろう、バレンタイン渡すみたいなこと言ってたじゃないですか。あー、その渡すっていうか、そういう風習があるみたいな。そうですね、殺してきた方がいい。なんかそれどころじゃなかった感じ。あ、まあまあまあ、さすがに、いや、ちょっと心配しますよ。あ、いいんですか。この街から排除する感じでいいですかね。ちょっとね、まあ、でもちょっと、いろいろありそうなんやって。グングングお前、うん、嘘。いや、そうなんですね。さっきここで歌ってた人、もしかして。あ、そうでしょ、そうでしょ。まあ、なんか、うさぎさんいなかった時。おー、なんかそうらしくて、まあまあ、それももろもろ。でもその後もう一回来て聞いたんですけど、ちょっとお話がしたくて。すごい上手なんですよ。あ、なんかあったんすか。うわ、別にうさぎ、まあそうですね、語らなくてもいいのに。あ、バーハネタですか。でもなんかうさぎさん恨みを買ったのか、うさぎさんはすごく敵視していて、ほな、乗ってもろって、はい、相当強い恨みを感じました。はい、なんすか、なんすか、何があったんすか。いや、レリアさんがそのはい合コンの時に言ってくれたじゃないですか。そのなんかあんまり周りからこう噂されるのがよ、あんまりこう なんだろういい状況じゃないみたいな。噂っていうか、うん、あれっすね、なんかそのなんだろう、もう知ってるみたいなもんじゃないですか。でも知ってるじゃないですか、うん、みんな。だからまあしょうがないとは思うんだけど、うんうん、それはいいんすよ。だけどその気使われたくないだけ、うんうんうん、そういう意味ではっていう、はい、そうですね。なんかいろいろそういうのも、おおぶね、いや、なんかいろいろ思い返してみたんですよ、う
もうなんか何とも思ってないやつから好きっていきなり言われて、はい、でそれも周りに知られてて、はい、まあ、そういう気を使われたりしてみたいな、うんうん、だからレリアさんからしたらそんないい状態じゃないじゃないですか。まあジェフリーさんの気持ちは嬉しいんすよ全然、うんうんうん、だけど嘘そこにお前がどうこうしろって言われるのはちょっと違うなとは思うっていう感じ。そうなんですよね、うんうんうん、いやだからどうしたらいいのかなと思って自分なりにちょっと考えてたわけですよ。おお。でまあ一つ俺の中で答えが出たんで、はい、はいはい、それを伝えたいかなと思って。ああ、ですよ。どっか止めたいですか？止めた方がいいですか？いや全然私は走りっぱでいいですか？走りっぱでも。あ、オッケーオッケーです。いいんですけど、うん、危な危な、うん、まあ要は、うん、まあ私もレリアさんもそんな感じで悩ませたくもないですし、うん、うんうんうん、これは俺が公式に告白してそんな気はないっていうのがみんなにまた分かればそういうことはなくなるんじゃないかなと思って。ほうほう、はい、あね、そうです。公式にっていうのは、だって私がちゃんとレリアさんに告白してレリアさんは今そういう気持ちじゃないっていうのをみんなに分かってもらえれば。え、ちょっと待って、はい、え、ジェフリンさんは周りの目気にして告るんすかそれは。いや、おー、なんだろう、私は気にしてないんですけど。はいはいはい、なんか私のこと気にした上で。あー、そうですそうです、リリアさんがやっぱそういう状態はあんまり好んではないのかなと思って。ああ、だったら、うん、嬉しくないっすよぶっちゃけ。それはだったら曖昧のままでいいです。だっていいんですか？だってあれっすよね、なんかそれなんか結局周りの目気にしてるわけじゃないですか、私通して、私のためとはいえ。もう普通にわかんないですよ、恋愛ってわかんないですけど、はい、なんか自分の気持ちってなんかがむしゃらにとりあえずなんかぶつけてなんぼなんじゃないかなっていうか、ずっと持っててなんぼじゃないかなと思うんですよ。でガソリン入れていいですか？ああ、どうぞ。そう、なんかそれでジェフリーさんが苦しんでるんだったら、自分が嫌だったら分かるっすよ、はい、だけど私のためにそうやって動くのはなんか違うのかなって思います。まあなんか、うん、もうそれも考えたんですよすごく、うん、自分のなんだろう、うん、なんですかね、自分がこうレリアさんを好きだっていうことによってレリアさんがこう、まあ、困ってはないと言ってくれてたんですけど、うん、やっぱ周りの反応とか見ると、うん、まあ、あんまりよくなんかなんだろう、気づかれるのは嫌だなっていうことを言ってたんで、うん、なんだろう、俺自身のこの好きという気持ちがいけないものなのかなと思ってすごい考えてしまって、はい、いやそれは悪いものではないと思うんですけどね。なんかあのすごい第三者視点になっちゃってあれなんですけど。まあ全然全然、えい、ああすいません。うん、なんかそういうなんか何かに対して感情を持った時って、はい、あんまり周りのこと考えられなくないですか普通。
あんまり考えてないですね。そうっすよね。はい。だったら周りのことを考えて私のためを思ってちゃんと気持ち言うっていうのはなんかすごいなんか変な感じするんですよね。逆になんかデリアさんのことしか、何ですか？いやいや、レリアさんが嫌なんだったらそれが一番の選択なのかなと思って思って言っただけなんで、そのあまり周りがうんたらかんたらその俺の考えの中ではそんなになくて、レリアさんの今こういうことでちょっと嫌だなと思ってるのが解決するんだったら、じゃ解決しなかったらどうするんですか？また考えます、あ、なんか不器用っすよね。なんか一つ考えたらゴールが一つしかないみたいな、何パターンの答えも考えられないみたいな。でフリーさんって多分割と余裕ない人っすよね。いや、ないですね。もう本当にこう、なんか俺の一目惚れから始まった、さっさっなんすか、すいません、はい、あ、すいません、今ブラックアウトしてました。あね、なんだろう、俺の感情とか逆にどうでもいいんですよ。うん、レリアさんの現状 QOL が上がればいいなと思ってて、なんかあれっすね、私は、はい、もう少し自分のために生きてほしいなと思いますよ。レリアさんには。自分のためですか？犯罪中っすね。なんかだって結局私のため考えてるじゃないですか。はい。私別にそれ嬉しくないんですよね。なんかその私が答えを中途半端にしてるのを承知で、あれなんですけど。いや違うんですよ。俺が中途半端にさせちゃってるんだなと思って。いやだって答えはなんか今すぐ求めてないっていうことがそのレリアさんの中でくさびになってるんじゃないかなと思って。いやでも私わからないとしか言ってないっすよ。まあそうですね。で そのなんか今の状態であるのに、要は私の一方的な思いだけっていうこの状態なのに、周りから気使われてなんか、なんだろう、まあそのウェスカーさんとかの絡みもちょっと見たんですけど、ちょっとチラッとなんかその、なんだろう、周りからこう付き合っちゃえよとか言われる状態が良くないのかなと思って。だからそれって別にジェフリーさんがどうこうとかじゃないです、ジェフリーさんが私に正式に告ったところで、はい、私は結局答え返してないとしか言ってないから、はい、なんすかね、周りがほっときゃいいんですよ、ぶっちゃけ。うちらがどうこうじゃなくて周りがほっといてくれればいいんですよ。ああ、まあそう、それは一番の理想ですけど、現状そうならないじゃないですか。でも多分ジェフリーさんがちゃんと告ったところで変わらないっすよ。いやそれでやっぱ、俺が多分現状そのなんだろうな、まあ、自分で言うのもなんかあれなんですけど、まあ、OK してもらえるとは私は今思ってないんで、振られたってっていう話が回ったら、なんかこういう、なんだろう、いじられることもなくなるのかなと思って自分で考えちゃって。だからそういう結果をみんなに残して、あれですよね、それが広まれば事実として私とジェフリーさんは何もないっていうことが、そういう事実が出来上がるからって話ですよね。あ、そうですそうですそうです。だからそれはあれなんですよ、なんかなんていうの、ちょっとでも私が真面目に考えたのバカらしいじゃないですか。一応考えてるんですよ、その、はい、どうしようかなとか、はい、こうした方がいいのかなとか、はい、いろんな意味で一応悩んではいて、なんかそれが
ますかね。いいものなのか悪いものなのか私もよくわかってないです。はい。はい。だから、私はもうわかんないとしか周りには言えないんですけど。俺もなんかこの間話した後からずっと、俺が好きであることがレリアさんに負担になってないのかなってずっと考えちゃって。負担ではないっすね、うん、あ、なんかそう、レリアさん優しいから負担ではないと言ってくれるんですけど、なんかいろいろなこう周りからのいじられとか、まあ俺の見えないとこでもあると思うんですけど、うん、やっぱジェフリーさんまだ私のこと何も知らないでしょ。だ、ぶっちゃけ、でしょ。そうですね、私が言ってる言葉が全てですよ。はい、そうだから、ジェフリーさんが自分で、はい、きっぱり諦めますとかそういうのだったら分かりましたって言うし、私は、はい、まあでもそれ言うまでに私がもしジェフリーさんを好きになってたら止めるかもしれないし、はい、けど今私から見たジェフリーさんのその考えてるのって、はい、結局なんか自分のことはどうでもよくって、なんか私のことを、私のことなんか考えてるようで、なんかちょっと空振ってる気します、それは。正直多分考えてるけど理解はしてないんですかね。うん、なんか、白黒つけたいっすか、自分が。嫌なんすか。いや、自分が、自分が、ジェフリーさんが、なんだろう、俺は振られても、はい、振られたからこう、なんだろう、ゼロ100じゃないんですよね。振られたから嫌いになるとか普通になるとかではないと思うんですよ、うんうん、多分変わんないと思うんですよ、私の気持ちは。だからあれっす、私が言いたいのは、はい、自分が答え求めてないけど、でもやっぱりどうしても、ちょっと言い方気持ち悪いですけど、どうしても私が欲しいと、うん、そういう時になった時に初めてその言葉、ま、付き合ってほしいっていう言葉をもらった時に、うん、私がそれに対して答えは出すと思うし、はい、今その自分のことじゃなくって人のことを考えて、とりあえず結果を求めるためにってやるんだったら、はい、うん、ちょっと違う気するんで、その自分がもうそういういろんな意味で限界になったら言ってくださいよ。わかり、まあ、私のこと、うん、私のこと気にしなくていいんで。はい、うん、なんかなんか私はせめてそういうあれで言われたんですね。その周りにこう答えたいからそういう事実を作るっていう告白なんて嬉しくないっすね。なるほど、はい、なんかだからといってね、そのお互いのお互いのこと何も知らないって言いつつも、お互いのことを知る時間が本当にないから、まあ現状はそうですね、まあ、うん、だけど多分どっかで見えてくると思うんですよね。なんかどういう感情でか分かんないけど、まあ嫉妬だったり、はい、なんかそう、レリアさんはとかだったり、うん、
今の、まあ、現状でも大丈夫ですか？ああ、周りからあれですか？はいはいはい、あ、もう全然、なんか全然っすよ。なあ、うるせえって言えるんで。だったらちょっとなんか俺も考えすぎてたかな。なんかすごい嫌なのかなと思ってて。なんていうの、なんかね、ジェフリーさんと私がセットになってる時に言われたらめんどくさいっすよ。うんうんうん、うん、だってもうここがそうくっつきざるを得ないじゃないですか。DMC で修理してなんかわざと二人にさせるとか、なんかそうそうそう、こう周り固められてそういう雰囲気を作られるっていうのが嫌なんです。俺もそうなんかするんだったら俺がちゃんと誘ってデートも行きたいし、うん、ああごめんなさい、うん、でお出かけしたいですし、あ、はい、自分でやりたいんですけど、なんか現状そういうのができないんだったら、でなおかつレリアさんにこう負担がかかるんだったら俺の気持ちなんていうのは、うん、俺からね、うん、一目惚れでただ好きって言ってるだけなんで、うん、と、はい、ちょっと思ったんですけど、まあ、でも、うん、現状レリアさんが、はい、そう言ってくれるんだったら、うん、まあ自分もその自分自身自信があんまりあるわけではないんですけど、うん、もっと仲良くなれたらなとは思ってます。お互いを知れたらなとは、うん、なんか私めっちゃ勝手なんですけど、はいはい、何でしょう。勝手ですけどジェフリーさんはいろんな意味で幸せになってほしいんですよね。私もそう思ってます。はい、だからその私よりいい人マジでいっぱいいるし、なんかその私以外の人と、はい、あ楽しいかと思った時に私に対する気持ちよりその人に対する気持ちが勝ったら、はい、私は本当におめでとうっていう気持ちになるし、はい、あのでいや勝手っすよこれはもう私の、はいはい、なんで俺がレリアさん以外の、あ、すみません全然想像つかなくて今ポカンとなってました。いやあ、時間忙しいですか？あ、もうちょっとで仕事入りそうっす。ああ、じゃあ、すいません。なんか適当にすごい適当に曲がって、はい、うん、なんかなんすかね、もうなんか私もよくわかんねえっす、わかんねえっすけど、なんかどうすればいいんすかね。なんかジェフリーさんはなんか絶対私以外とくっついたら幸せになれるのにって思ってます。まあ幸せかどうか私の主観ですけどね。ただ言えることは、はい、絶対に、はい、そんなにこう何とも思ってない男から好きって言われてる方が不幸せだと思います。いや現状俺は好きな人に好きって伝えられてるんで。いやまあ知らない人だけど、う
私がこうやって言ってるってことは知らない人ではないですよ。いや、まあまあまあ、そうですけどね、その、うん、いいなとか思ってる男とかじゃなくて、うん、なんか本当にポットでの、うん、なんか誰だっけみたいな人に好きですっていきなり言われる方が絶対幸せじゃないんですよ。でも絶対そっちの方が困るし悩むし。いや、まあ悩みますよ。困んないけど悩みますよ、うん、あ、本当ですか。でもあれっすね、でも俺もさっきレリアさんが言ってくれたんですけど、俺も絶対レリアさんの幸せが一番なんで、すみません、今回はレリアさんのことっていうなんか理由付けして変な行動出ちゃおうとしてたんですけど、すみません、そういうことだったら俺もちょっと考え直します。なんかうちらの考え方マジすれ違いますよね。いや、すれ違うし、ちょっとなんか似てるのかなと思います。なんかいや、そうなんですよね。一生難しいっす。一生難しいからもう逆に解決しなくてもいいのかなっていう。うん、わかりました。なんかむずいけど、なんか今日、うん、でもこういう時間もっといっぱい作りたいです。俺は嫌だったら大丈夫です。いやそういうあれじゃないけど。すいません、あの、いや全然タイミング合わないっすよねっていうですね。また仕事かな。いや、まあ、ここ数日はすいません、本当にメンタル来てて。いや、本当にすいません。いや、それはもうどうもです。起きてませんでした。ね、いや、知ってました。すいません。知ってます。一応あのうさぎさんに大丈夫ですかねって声はかけといたんで。本当にバカだれ。カツ入れたろがいて。いや、もう、うん、ありがとう。いや、そこはあの普通にシンプル頑張ってほしい。はい、あ、まあ、とりあえずちょっと仕事行ってくるんで。はい、頑張ってください。あれですけど、あんま考えすぎないでください、マジで。わかりました。うん、なんか元も子もないようなことにならないようにしてもらって。はい。って、私が言える言葉じゃないんですけど。いや。よかったです、話せて。いや。あ、なんか来た。ん？なんか来た。亀が来た。亀は？後ろ。殴って。じゃあ、ちょっと行きますね。はい、行ってらっしゃい。頑張って。じゃあ、また。また。はーい。ウサギさんの電話番号ない。あの、ウサギさんの電話番号わかりますか。あ、ちょっと待ってね。消えちゃった。あ、うさぎさんの電話番号でしたっけ。あ、はい、お願いします。テフさんはギャルが好き。でも歌すごい上手でしたよ。テフさんはギャル好き。ギャル、ギャルというか、ギャルじゃあって何。ギャルレイラも見てみたい俺。ギャルレイラですか。ギャルレイラ見たい。じゃあ今度藤子さんに、あの、白ギャル一緒に作ろうって言って、作ってきますわ。で、店に行く。それにしよう。ジュウさんとケッツンさんに店に来る。あ、ぜひぜひぜひ。ぜひ来て。俺からね、店に来るのは。知り合いにちょっと似てるね。いや、お疲れ様でした、お疲れ様でした。いやー、マジで。マジで、現実にいたら、めちゃめちゃいい女性よね。メッセはあれ、返すのが正解なのかな？わかんない。めちゃめちゃいい女だよね、本当に。めちゃめちゃいい女って言い方はあんま良くないと思うけど。すげえ優しい女性だよね。ほんと。ね。聖母レリアさんのフォローよろしくお願いします。スイッチをね、最近始めたんでね。